おもてなし町の駅坂出市観光協会にお邪魔しています。坂出市の PR 戦略係長、そして坂出市公認のキャラクターである坂出まろちゃんのグッズをいろいろとご紹介していきたいと思います。ぬがさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。こちら入るとまろちゃんのグッズでいっぱいですね。そうですね、一応ね、坂出まろ、これいろんなあのグッズ作りましてね、ここでまあ販売させていただいております。なんかどんどん来るたびに種類が増えているような印象なんですが。そうですね、やはりあの新しいのを作って、で、まあ、あの 古くなったものでちょっとまあ販売力弱いなというのはちょっとずつそれでも、止めております。じゃあもういろいろとグッズもリニューアルしながら。そうですね、新しいのを作ってはちょっとまた古いのはちょっとという感じでやっております。ちなみに今一番売れ筋っていうとどんなものになりますか。今ね、やっぱりトートバッグが一番いいですね。はい、ちょうどトートバッグというとバッグをね、エコバッグを持ち歩かなくちゃいけなくなりましたんで、ね、そうですね、ちょっとサイズ的に A4 サイズぐらいなんですけどね、まあ、小さいものであれば入りますんでね、サンドイッチ買ってジュース1本買えば十分入ると思いますよ。ちょうどコンビニで持ち歩く用のサイズっていうのがね、欲しい方もいると思うんで、そうですよね、はい、マロがドンとね乗ってて、ドンと乗ってますんでね、あのうちのツアーなんかでね、これを皆さんお客様に参加者に渡すんですが、あの参加者というのがこれ持ってますんですぐ分かります。そうですね、はい、またちょっと色があのネイビーで袋が落ち着いているので男性でも持ちやすいですね。うん、そうですね、あのやはりこういう色ですから、ちょっとまあマロのデザインが大きいんですけどね、ちょっと恥ずかしいかなというところがあるかも分かんないですね。はい、そこはしっかり PR をしていただいてということで。そうなんですよね、はい、他にはどんなものがありますか。うん、今年はね、あのちょうど逆打ちという、はい、四国霊場88箇所ですね、この逆打ちということでまろちゃんがお遍路中というのを作ってみたりですね、はい、でもう一つのね、あのこれはもうあの何年か前に作ったやつなんですが、はい、88箇所の霊場の梵字が全部入ってます。これはねちょうど1200年祭の時に作ったやつなんですけどね、ちょっとこれまたリニューアルして作っております。なかなかこれあの88箇所のご本尊さんのご本尊の梵字なんですよね。はい、ちょっとかっこいいですよね。これなかなかいいですよ、はい、これはちょっとぜひね、お遍路に来られた方にはこれも手にしてもらいたいですよね。うん、そうですよね、うん、まろちゃんと一緒にお遍路さんしてくださいということでございます。はい、はい、そして実はちょっと今回あの新しいものということで缶バッジも人気とお聞きしました。そうですね、今ね一番これ本当にいいのかなと思うんですけどね、はい、アレルギーです、はい、喘息です、はい、花粉症ですという、はい、これを3つ作らせていただいてます。缶バッジ自体はもう以前からあったんですよね。そうですよね、はい、たくさん種類があったんですけど、これもやっぱり自然淘汰という感じになりますんでね、はい、ちょっと古いデザインを外して新しいのを作っております。はい、でその中で今回仲間入りしたのがアレルギーです、喘息です、花粉症ですって、まろちゃんがマスクをしている缶バッジですね。はい、マスクして苦しんでおります。はい、今ちょっとねどうしてもあの状況的に咳をしづらい、くしゃみしづらいっていうので、でもどういう理由でっていうのをアピールができないところがありますので ね、 そうですよね、はい、うん、これもね面白い話なんですけど、実は市の職員がね、あの私アレルギーなんですけどねとか喘息なんですよということをよく言われてましたんでね、はい、それじゃあまろちゃんにちょっとマスクしてもらおうということでこれを作りました。はい、まろちゃんがちょっと苦しそうな顔をしてるんですけれども、そこはまろちゃんなので可愛いですね。そうなんですよね、はい、愛嬌もあるので愛嬌もあるという、はい、いいですね、はい、そしてすごく売れているのがボールペンなんですよね。これねやっぱりあの非常に書き味もよろしゅうございますしね、やっぱり安価であるというのがやっぱり100円でボールペン、キャラクターが入った、ね、ボールペンなんですけどね、これで100円なんで、これ非常に、ね、これもロングランですね、非常にもう作ってからは耐えることがないという販売力ですね。はい、なかなかグッズで100円っていう安さはないですよね。そうですよね、はい、もうお土産とかにぜひ使っていただきたいですね。はい、そうですね、はい、そして今回 の、 あの広報にも掲載されていたのが付箋ということ で、 です、ね、はい、まろちゃんが、ね、3種類あるんですが、はい、これなかなか可愛い付箋になると思うんで、ね、はい、うん、ちょっと付箋にちょっと使うのはもったいないかなというような感じと思うんですね。はい、ちょっとなんか書類とかの目印でこれついてると嬉しいですね。そうですね、一応基本的に市の職員には使っていただいております。なるほど、はい
まあ、これから暑い時期になってくるとやっぱりこういう扇子なんかがね、はい、マロちゃん扇子まだありますんでね、はい、これも黒でねかっこいいんですよね、うん、これはねうちの会長さんが非常に気に入って作った扇子になりますんで、はい、おしゃれだと思います。私も実は結構使ってますがありがとうございます、はいはい、これハンガリーにも結構持ってきましたんでね、はい、海外の方にも喜ばれますね。外国の方はやっぱりこういう扇子って非常に喜ばれますね、はい、もう本当に他にもね紹介しきれないぐらいいろいろあるんですけれども、こちらのおもてなし町の駅の方に来ていただきますとそういったグッズありますのでね。そうですね、はいはい、今いろんな種類用意しておりますので、ぜひとも見ていただくでも、ね、結構楽しいと思いますんでね、はい、これからもこういう形でまろちゃんどんどんこうアピールしていきたいですね。そうですね、まろちゃんには頑張ってもらわなければというところですね、はい、今日どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。